こんにちは。佐々木荒木野上、カッコ塩谷チャンネルです。このチャンネルはサンフレッチェ広島や J リーグの魅力を伝えるチャンネルです。本日のテーマは17節の全部見てるからこそ気づけた細かいプレーについて、細かい良いプレーだったり、面白い中継のシーンを紹介していこうと思います。一つ目が清水対福岡の試合の11分50秒あたりの え福岡のコーナーキックのシーンで、宮本選手がドグラス選手に当たっ、グローギー選手に当たって、ドーグラスグローギー選手がイエローカードっていうシーンなんですけど、まあ宮本として当てられていたいっていうようなところなんですけど、福岡が蹴る前にその倒れたっていうのをアピールして、まあイエローカードをもらう、あの、相手に与えるっていうところと、 あとそこですごい不安ン選手が明らかにイライラしてて、で、まあその後結果的にイエローを、あの、もらうんですけど、それの伏線だったプレイだなっていうふうにも思ってましたし、そこまで考えてたかわかんないんですけど、結果的に、まあ福岡が試合としてうまくいかなかった、まあ1点は取りましたけど、うまくいかなかったっていうところの、なんか細かいところが良かったなっていうふうに思いました。そのシーン以外にも、まあ、プレイでも清水の選手たちは結構したたかに戦ってたので、まあそれが結果に結びついたのかなっていうふうに思いました。 岩田対トスの岩田の先制点のシーンですあれは、なんかジャッジリプレイとかでもやられてたらしいので,で、結構話題になってたので、皆さんも常に見てるかもしれないですけど、やっぱ上原選手がすごいよく見てたなっていうところで、かつその後パスとしたリカルド・グラッサス選手もパスがすごいうまかったなっていう、そのファビアン・ゴンザレス選手の調子を生かせるような、スピードを生かせるようなパスってことで、それで、試合の流れつかんだと言っても過言ではないので。 上原選手のそういうしたたかさが、素晴らしかったなというふうに思います。続いて湘南と C、えー、東京の試合の23分35秒で、これ実況の桑原さんの特徴なんですけど、ジャッキリプレーをやってるってこともあって、 判定に関する専門用語を使うんですけど、VR チェックの時に何もなかった時チェックオーバーというふうに言うので、もし桑原さんが担当の試合を見る時方は、そんなところを注目していただければなと思います。ちなみに他の実況者とそれっての聞いたことはありません。同じ試合の湘南とシュトクの78分35秒で、谷選手がボールキャッ して蹴ろうとしてる時に、まあ、ディエゴ選手が後ろからボールを取ろうとしていたっていうところで、まあ、谷選手がしっかり見てたっていうようなシーンなんですけどガンバとフロンターレの試合でその小林選手が後ろから拾ってロスタイムに点取るっていうのがあってから。 結構後ろを見るっていう習慣が多くのチームのキーパーでやられるようになったなっていう風うに見受けられて、まあ、谷選手もそれをやってたっていうところなんでそういったところもふとした時に見てみると面白いんじゃないかなという風うに思いますえ続いて湘南と SC 東京の八十七分六秒のシーンです湘南のゴールキックから一問着は最終的に東京がボール奪って攻撃に転じるって時に、まあ、短時間にファールを湘南が二回やっていてま一、あ、回のイエローで二回ファールが 部屋の流れ止めようとしたっていうところでは、結構したたかにやってたなっていったような、まあ、細かいんですけど、まあ、点を取られないための最善、勝つた,ための最善策を取ってたっていうところで、そういったプレーは、あんまり規定ではないですけど、大事だと思いました続いても、湘南と SC 東京の88分のシーンです。これ、アルベル監督がイエローカードをもらっていて、ボール出てないのに触ってしまったっていうところですね。 思わず反射的に出てしまったっていうのでそんなに攻めることではないかなという風うに同じことをやらないようにねっていうぐらいだとは思うんですけどその後の福田さんのお笑いとかもなんか思わず変な声出してたのでそういったところが面白いなと思ったのでぜひ見返していただければと思いますえ川崎対札幌の10分45秒のシーンですまあ左サイドからクロスなんですけど、まあ、菅選手が流してゴールキックにするっていうところめちゃくちゃ地味なんですけど よく周りが見えてるなと思ってあれを結構跳ね返してしまうと相手ボールになってしまうこともあるのでそこら辺のなんか状況判断っていうのがすごいうまいなと思ったのが10分45秒のシーンになります川崎対札幌の19分10秒のシーンです川崎の攻撃の最後橘田選手がシュート打ったっていうシーンなんですけど確かハイライトには残ってなかったんでまあ打ンで見ていくしもらう必要があるっていうシーンでなんかいろいろボールの行き来があった中で実況の野村さんが めちゃくちゃ早口っていうのでよくそんな喋れるなっていうのを思ったので上げさせていただきましたっていうのが19分10秒のシーンです最後が64分10秒のシーンでドーグラソールベイラ選手がロングボールを 受け取れるかっていうところで、完全にドーグラス・ビエラ選手って、ビエラって言ってたっていう細かいところではあるんですけど、ちょっと気づいてしまったので、一応触れておきましたっていうところで、本日は以上になります。まあ、ちょっと今週は多かったので、一本の動画にしましたが、まあ、こんな感じで結構試合の中継で気づいたことっていうのはどんどん まあちょっと仕終わってからその動画撮るまでっていうのは時間はかかってしまうので、まあ、1週間ぐらい経ってしまうんですが、まあ、それでも動画をこういう動画を出していこうかなっていうふうに思ってます本日も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします